ルーマニアの文化は、その国土や独特な歴史的発展のもとで、育まれてきた。ルーマニア人や関連する民族は、ローマ化により根血したローマ人入植者と地域固有の民族との子孫であると考えられている。ダキア人は、東南ヨーロッパに古くから住んでいた先住民族の一つで、ルーマニア人の祖先にもなっている。現在のルーマニア人、アルーマニア人、 メグルーマニア人、イストロルーマニア人は、ダキア人とローマ人、スラブ人、イリュリア人の根血であると考えられ、ルーマニア文化は、東ヨーロッパの影響を色濃く反映している。また、ルーマニア文化は、アルメニア人など多民族の古代文化とも共通性を持つ。ルーマニアの国章と三色旗を描いた、江古代末期から中世にかけては、主に、 ドナウ川の南側に移住してきたスラブ人、ギリシャ人や東ローマ帝国、ハンガリー人、ポーランド人、ドイツ人など近隣諸国の影響を受けている。ルーマニアは最高を多く経験している。安定した時代には多くの文化が生み出され、不安定な時代から再生し、ヨーロッパ文化の主流に再び加わることができるだけの力があることを証明してきた。 このことは、オスマン帝国のファナリオティスによる支配が終わり、勢いのあった19世紀の初めに、ルーマニアが主にフランスの影響を受けて、西欧化を進め、非常に早い歩調で、安定的な発展を遂げたことからも見て取れる。18世紀の終わりから、上流階級の子息がパリで教育を受けるようになり、共産主義の時代に入るまでルーマニアの第二言語として、 フランス語が広く話されるほどであった。19世紀中頃から第一次世界大戦まで政治思想、行政、法律、文学の分野ではフランスだけでなくドイツの影響も強く文化的なレベルのみならず日常生活においてもドイツとの関係は深かった。やがてソ連の共産主義が流入するとルーマニアは非常に早くソ連文化に適応し、 この時代にはロシア語も広範囲にわたって教えられた。ネアクスの手紙は、ルーマニア語で書かれたものとしては現存する最古の文書である13世紀のロマネスク建築、デンス主教会14世紀まで、トランシルバニア、ワラキア、モルダビアには、小国が広がっていた。この時期、中世の広告ワラキアとモルダビアが、カルパティア山脈の南側、東側の地域に起こった。 モルダビアとアラキアは、いずれもポーランド、サクソン人、ギリシャ、アルメニア、ジェノバ、ベネツヤの商人たちが通る重要なルート上にあり、中世ヨーロッパの最先端の文化が流入した。グリゴレ・ウレケの年代記、モルダビア年代記は、1359年から1594年にかけての期間を扱っており、当時のモルダビアにおける生活、出来事、 人物を知るための重要な情報源となっている。この年代記は宗教に関わらないものとしてはルーマニア最初の文書であり情報量が豊富であるため17世紀より最も重要な書物としての位置づけであった。最初の活字印刷物は1508年にワラキアで作られたスラブ語の祈祷書でルーマニア語の最初の本は1544年に トランシルバニアで出版されたカテキズムであった。17世紀の終わりから18世紀の初めにかけて、ヨーロッパのヒューマニズムの考え方に影響を受け、ミロンコスティン、イオン・ネクルチェが、売れ家の著作を継ぐ形で、モルダビアの年代記をまとめた。ワラギアの君主であったコンスタンティング・ブルンコベアヌは、芸術を手厚く支援し、地元にルネサンスを持ち込んだ。シェルバン・カンタクジノの,の統治時代、 ブカレスト近郊のスナゴブ修道院の修道士たちは1688年に聖書をルーマニア語で出版し、これが最初の翻訳書となった。1673年にはルーマニア語最初の施策の試みとして、ヤシの大司教、ドソフテイが陰文のソルターを出版した。モルダビアの君主であったディミトリエ・カンテミールは中世のこの地域における文化発展に、 多大な貢献をした。彼の興味は、哲学、歴史、音楽、言語学、民族学、地理学と多岐に及び、ルーマニアの地域についてまとめた1769年の著作、モルダビア記や、ルーマニア最初の歴史書である、ローマ人、モルダビア人、ワラキア人の有給年代記がよく知られている。カンテミールの著作は、ラテン語で書かれていたため西欧でも読まれた。 オスマン帝国の勃興と衰退は1734年から翌年にかけて英語で出版されたほか、フランス語、ドイツ語にも翻訳され、19世紀に至るまでヨーロッパの科学、文化における重要な参考書となった。また、モルダビア機は1714年に加入したベルリンアカデミーから依頼されて表したものである。18世紀末。 モルダビアの首都であったヤシのヨーストランシルバニアのブラジにあるギリシャカトリックの大聖堂18世紀末ワラキアの首都であったブカレストのヨーストランシルバニアではルーマニア人が人口の大部分を占めていたにもかかわらず地域一体を支配していたオーストリア人からは存在を容認されるのみで政治やトランシルバニア議会に意見を反映させることはできなかった18世紀の終わり トランシルバニア学派と呼ばれる解放運動が設立され、ルーマニア人がローマ人に由来することを強調し、ラテン語を元にした近代的なルーマニア文字を普及させようとした。ルーマニア文字はやがて古く用いられたキリル文字にとって変わられるようになった。また、トランシルバニアのルーマニア教会がローマ教皇のもとに着くことを受け入れ、これによって、 ルーマニアギリシャカトリック教会が成立した。1791年、オーストリアのレオポルト2世に対し、フランスの人間と市民の権利の宣言に基づいて、トランシルバニアのルーマニア人に他民族と同等の政治的権利を認める、要要求する、請願書を出した。しかし、ルーマニア人は、ローマ帝国だけでなく、古代のダキア人にもルーツを持っており、 1600年代から1800年代にかけては、オスマン帝国やファナリオティスに代表されるように、東欧の影響を強く受けていた。それゆえ、この解放運動は徐々に西欧化としての向きが強くなっていく。18世紀の終わりから19世紀の初めまで、ワラキアとモルダビアは、ファナリオティスの君主の支配下に置かれていた。したがって、この二つの地域は、ギリシャから、 大きな影響を受けている。広告にはギリシャ語の学校が設置され、ゲオルゲ・ラザルやイオンエリアーデ・ラドゥレスクがブカレストに初となるルーマニア語の学校を設立したのは1818 18年になってからであった。当時、小説家としてアントン・パンが成功したほか、イエニャチタ・バカレスクはルーマニア語を初めて用い、彼の老いのヤンク・バカレスクは初の本格的なルーマニア語詩を書いた。 1821年、オスマン帝国の支配に反発して、ワラキア放棄が発生する。この放棄は、ルーマニアの革命家で民兵の指導者であったトゥドル、ウラジミレスクが指揮した。1848年革命は、ルーマニアの広告やトランシルバニアにも波及し、19世紀の革命以降には、新たな著名人が出現する。作家、政治家、 ルーマニア初代首相のミハイル・コガルニセアヌ、政治家、劇作家、詩人のバシレ・アレクサンドリ、記者で現在の国家を作曲したアンドレー・ムレシャヌ、歴史家、作家、革命家のニコライ・バルチェスクラがその代表である。1859年にモルダビアとアラキアが統合してルーマニア公国が成立すると、ルーマニアの生活様式や文化も統一が進んだ。 ヤシとブカレストに大学が開設され、文化施設の数も大幅に増加した。1866年にルーマニア国王として即位したカロル一世は芸術に理解があり、妻のエリサベタと共に重要な講演者となった。1863年に文学批評家のティトゥマイオレスクは仲間と共に文学サークルジュニメアを設立し、ルーマニア王国に 大きな影響を与えた。ジュニベアは文化雑誌、文学公演を発行し、ルーマニアを代表する詩人のミハイエミネスクや、作家のヨン・クリアンが、小説家で、劇作家でもあるヨン・ルーカカ・ラジアーレが、多くの作品を発表した場として知られている。同時期に、ニコライ・グリゴレスクやシュテファン・ルキアンは、近代ルーマニアの絵画を確立した。作曲家のチプリアン・ポルムベスクも、 当時活躍した人物である。トランシルバニアでは解放運動の組織化が進んだ。1861年には、ルーマニア正教会の大司教であったアンドレイ・サグナによって、シビュでアストラが設立された。この組織は、数多くのルーマニア語書籍や新聞に対して、出版を手助けし、1898年から1904年に、かけてルーマニア語百科事典を編纂した。 この時代の著名な人物として、作家、記者のヨアンス・スラビチ、作家のパナイト・イストラティ、詩人、記者のバルブ・ステファニスク・デラ・ブランチャ、詩人、記者のジョルジェ・コシュブク、詩人のシテファン・オクタビアン・ヨシフがいる。また、ジョルジェ・バリットとバデア・カルタンは、もともとトランシルバニア南部の羊飼いに過ぎなかったが、トランシルバニアのルーマニア語新聞を創設し、歴史家として活動するうちに、 解放運動の象徴とみなされるようになった。ブカレストのビクトリエ通り20世紀の前半は一般的にルーマニア文化の黄金期とみなされており、国際的な地位が高まり、ヨーロッパの最先端文化とも強い結びつきが生まれた。外国文化の影響を受けた芸術家として著名なのが彫刻家のコンスタンティン・ブランクー氏である。彼は抽象家の先駆者で作品に 原始的な要素を取り入れることを追求し、近代運動の中心人物でもあった。伝統的なものと西欧の流行の関係をどう取り持つかは、激しい議論の対象となり、著名人らが論争に加わった。劇作家で表現主義の詩人、哲学者のルシアン・バルガは、伝統主義を唱える代表人物であり、文学、文化雑誌、スポルタルルの創始者であるオイゲン・ロビネスクは、西欧と、 ルーマニア文化の接近を目指した、いわゆる西大家グループの第一人者である。また、ジョルジェカリネスクは、様々な文学創作をまとめ、ルーマニア文学し、その起源から現在まで、を執筆した。20世紀の初めは、ルーマニアの文学においても実りの多い時期であった。小説家のリビューラブリアヌは、伝統的な社会における苦闘や、戦争の恐ろしさを描いた。 ミハイル・サドブヤーヌは中世のモルダビアから着想を得た長編小説を執筆した。また、カミー・ユペトレスクは分析的な文章を書いて一線を画した。劇作においては、ミハイル・セバスティアンが有名である。当時、劇場の数が増えるにつれて俳優の数も増加した。ルチア・ストゥルザ・ブーランドラはこの時代を代表する女優として活躍した。 詩人は、ジョルジェ・トピルチャヌやトゥドール・アルゲージがよく知られている。アルゲージは、近代としては初めて詩に改革をもたらした。また、神経症や絶望を題材にした、象徴主義の詩人、ジョルジェ・バコビアや、難解な詩を書きながらも成功した数学者のイオン・バルブも有名である。他に、トリスタンツァラや、ダダイスム運動の創設者である、マルセル・ヤンコも活躍した。また、 黄金期においては、ミルチャ・ブルカネスク、ディミトリエ、グスティ、アレクサンドル・ドラゴミル、バシレ・コンタラによって、哲学も発展した。歴史家で、政治家でもあったニコライ・ヨルガは、類を見ない多作で知られており、生涯にわたって1250冊以上の書籍と2万5000本を超える記事を発表している。音楽界では、作曲家のジョルジェ・エネスクやコンスタンティン・ディミトレスク、 ピアニストのディヌリパッティが世界的な名声を得ている。画家も多く育ち、ニコライト・ニザ、カミル・レッシュ、フランチスク・シラット、イグナット・ベドナリク、ルチアン・グリゴレスコ、テオドール・パラディラが知られる。医学界においては、ニコライ・パウレスクがインスリンを発見し、社会に大きな貢献を果たした。ゲオール・ゲ・マリネスクは著名な神経学者で、ビクトル・バベシュは創世期の細菌学者の一人である。 ゲオールゲチツェイカはルーマニアを代表する数学者で、イオンバルブは数学者でありながら詩人としても名を残した。共産主義政権下のルーマニアでは、生活に関わるほぼ全ての要素に厳しい検閲を課し、同時に国民を統制する手段として文化を利用した。表現の手段は様々な角度から規制された。ソビエトカの時代は社会主義リアリズムに基づいて、 新しい文化的なアイデンティティを確立し、古い価値観を否定することによって、新しい体制に正当性を付与することが、試みられた。これに対し、政権を称賛する動きと、検閲を回避しようとする動きが現れた。前者からは後世に残るような価値は生まれにくかったが、後者では、価値のある作品を作るための努力がなされ、一般人からの受けも、非常に良かった。 この時期に傑出した才能を見せたのは、作家のマリンプレラ、詩人のニキタスタネスク、マリンソレスク、文学批評家のニコラエマノレスク、エウゼンシミオンである。亡命しなかった反体制の活動家は、自宅南京や強制収容所のいずれかの状態に置かれ、政権による厳しい監視下のもとで生活を送っていた。遠隔地の修道院を活動場所に選んだ人々も、いた。 彼らの作品の多くは1989年のルーマニア革命後に出版された。哲学者のコンスタンティンの以下、ペトレツツェア、ニコライスタインハートはこうした境遇に置かれていた人物の一例である。共産主義政権によって公式に認められた文化と実際の文化には隔たりがあった。当局の意向に反する結出した作品は道義的に正しいものと受け止められ、 大きな文化的成果を挙げた人物は一般の人々から高く評価された。一方、政府公認の文化として全国に広められたスローガンは政府の思想を簡単にまとめて普及させるのに役立ち一部の階級の人間からは評価された。この方向性の違いは現在でも社会を巻き込んだ論争となっている。共産政権下の文化共産主義政権時代における ブカレストの大学広場共産主義政権の下では活発な編集活動が行われた。大勢の国民に教育することを目的として膨大な数の書物が出版された。ルーマニア書籍やエミネスク出版社といった大型の出版社が登場し、5000タイトルを超える大衆のための図書館など巨大な作品集が出版された。また、通常、 書籍は5万部以下ですられることはなかった。すべての村に図書館が置かれ、ほとんどすべてが最新の出版物で占められていたほか、低価格であったため、誰もが本を自宅に購入することができた。一方で負の側面もあり、書籍はすべて厳しい検閲にさらされた。さらに、日用品は配給で賄われており、印刷や紙の質が著しく低かったため、 本は簡単に劣化してしまった。この期間、小さな町であっても劇場が設置されたことから、劇場の数は大幅に増加した。多数の新しい施設が建設され、大都市においてはこれらが重要なランドマークとなった。ルーマニアの道路原表のすぐ隣、市の中心に置かれたブカレスト国立劇場が、その代表例である。小さな町では、セミプロフェッショナルの劇場である、 労働者の劇場が存在した。他の娯楽施設が不足していたこともあり、劇場は人気が高く、俳優の数も増えた。劇場にはすべて国の予算が導入されたため、経営は安定していた。しかし、劇場にあっても政権は厳しい検閲を常に課しており、イデオロギーに沿うような作品のみが上演を許された。遠隔地において何とか存続していたより、 革新的な劇場は若い俳優に好まれていたが、ほとんど地元の観客しか訪れることはなかった。映画館は劇場と同様に発展した。同じ施設が劇場と映画館を兼ねることもあった。映画は非常に人気があり、1960年代からは外国映画も広く普及するようになった。西欧の映画に関しては厳しい検閲にかけられた。 一部が丸ごとカットされ、会話はエデオロギーにおいて受け入れられるもののみが選ばれて翻訳された。上映される映画の大部分は国産のものもしくは友好的な外国のものであった。この時代にルーマニアでは映画撮影も行われ始め、最初に制作されたのはカラジアーレの劇曲に基づく短編映画であった。1960年代には、 政府の資金援助により、ブカレストに近接するブフテアで、映画産業が発達し、ギャング、西部劇、歴史に関する映画など、一部映画は、一般人からも根強い人気があった。この時代の最も多作な映画監督は、セルジウ・ニコライスクで、俳優としては、アムザ・ペレアの人気が高かった。亡命者共産党が、ブルジャージーのエリート階級を敵視した結果、 ルーマニア史上初めてのディアスポラを生むことになる。海外へ移住した著名なルーマニア人として、不条理演劇の劇作家で、アカデミー・フランセーズを受賞することとなる、ウジェヌ・イオネスコ、宗教歴史家で作家のミルチャ・エリアーで、パスカル以来のフランス語作家と評されるエッセイストで、哲学者のエミール・シュオランが挙げられる。ルーマニア人のヨアン・ペテル・クリアーノは、アメリカでエリアーでの作品を引き継ぎ、 成功を収めた。他に哲学者で論理学者のステファン・リパスコもディアスポラの一人である。ルーマニアは他の多くの東欧諸国とは異なり、自国を去ったルーマニア人を祖国に対する裏切り者とみなし、帰国を認めない姿勢をとっていた。そのため、1960年以降もルーマニアで作品を発表する可能性のあったミルタエリアでウジェーヌイヨネスコ、 エミール・シオランは皆、再び祖国の土を踏むことができなかった。ディアスポラの功績を再評価し、ルーマニアの文化の一部として、彼らを取り入れる動きが起こったのは、1989年の革命以降であり、この過程では対立や意見の食い違いも見られた。この時期に、ルーマニア国外で名声を得た、ルーマニア人音楽家には、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団や、 ミュンヘンフィルハーモニー還元楽団の首席指揮者を務めたセルジュ・チェリビダケ、ボーマス公共楽団の首席指揮者を務めたコンスタンティン・シルベストリがいる。パンパイプ奏者のゲオルゲザンフィルは多くの映画で作曲や演奏を担当し、この楽器を世界に知らしめた。作曲家で建築家のヤニス・クセナキスはルーマニアで生まれ、幼少期を国内で過ごした。 細胞生物学者で教師でもあったジョージ・エミール・パラーでは細胞の構造的機能的組織に関する発見の功績によりルーマニア人としては初めて1974年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。その後、1986年にはルーマニアのシゲットマル・マツイエ出身であるエリ・ビーゼルがノーベル平和賞を受賞している。 1989年のルーマニア革命によって共産主義政権が崩壊すると文化界は盛り上がったが移行や自由市場経済の導入がうまくいかず決してその道のりは平坦ではなかった文化活動の国家による政治的統制が解けたことは長い間夢見られていた表現の自由を獲得することにつながったが同時に補助金がなくなり 初期の未熟な市場を経済化においては資金不足、物資不足に苦しむこととなった。文化活動には他にも様々な問題が生じた。その一つが人々の関心が雑誌やテレビなど他のものへと移ったことである。文化振興のための新たな政策が地方政府に委ねられており、現在では浸透するようになってきている。ブカレストにあるヒューマニタス本社革命後、 共産党の検閲によって出版が叶わなかった本が一斉に世に出ることとなった。数多くの本が出版され、売り上げも伸びたため、多数の出版社が設立された。しかし、すぐに飽和状態となり、経営の悪化、売り上げの低下、補助金の不足が重なったことから、出版社は縮小を余儀なくされる。多くの出版社は、数冊を出版した後、廃業している。 一方で一部企業は出版物を変更して翻訳書を中心とする商業的な書籍を出版し国営出版社は活動休止状態となったこのような企業は政府の財政支援も受けて生き残ったが出版規模は縮小している廃業を免れた企業は生き残りのための工夫として本の質や外装を改善し市場志向の出版を行うようになっている 著名なルーマニアの出版社として、ブカレストのヒューマニタス出版社、ヤシのポリロム、技術書や辞書を専門とするテオラがある。一部の出版社は、自前の書店を開設し、古い国営の書店に代わって、私企業の運営する書店チェーンが台頭してきている。文化的な思考を持った新聞各紙も同様にブームと破綻の運命をたどった。 この困難の中生き残った一部の新聞社は質を高め、批評的な方針を維持することができた。ディレマベーチェやリビスタ22文化評論家はルーマニア文化を扱う週刊誌としてその評判を維持している。また、国営ラジオであるルーマニア文化ラジオや国営放送の TVR カルチュラルも文化番組を制作しているが、それほどの人気は獲得できずにいる。 多くの若い新人作家も登場したが、予算的な制約があったため、良い評価を受けた者だけが、金銭的援助の元自身の作品の出版を許された。このような作家の支援をする機関であったルーマニア作家組合は、1989年の革命以降も大きな変化はなく、その活動や目的をめぐっては批判も受けた。ミルチャカルタレスク、ホリア・ロマン・パタピエビッチ、 アンドレイ・プレシュ、ガブリエル・リーチャーヌ、ヘルタ・ミュラーラは、この時代に成功した作家であるが、彼らは、作家としてだけでなく、報道など他の活動にも携わる者も,も多かった。ルーマニア人海外移住者と、国内文化の結びつきは、現在では、非常に強くなっており、主に英語での執筆活動を行うアンドレイ・コドレスクなど、ルーマニア人作家による外国語作品も、 非常に人気がある。ルーマニアの劇場も経済的な苦境に見舞われ、テレビなど他の娯楽に人気を取られたために人気も落ちた。有名な一部の劇場は助成金もあって存続できた。また、経営が良好な劇場は投資を行い、高品質な作品を提供することで安定した観客を維持した。実験的で独立した劇場も登場し、 大学都市を中心に人気を集めた。ルーマニア演劇協会のユニターは、毎年最も良かった演技を表彰している。現代ルーマニアで、高い評価を受けている監督には、シルビュプルカレーテ、ミアイ・マニューティーブ、トンパ・ガーボル、アレクサンドル・ダ・ビバ、アレクサンドル・ダリーがいる。また、どの年代からも高い評価を受ける俳優として、シュテファン・ヨルダケ、ビクトル・レベン・デューク、マヤ・モルゲン・ステルン、 マーセル・ユーレス、ホラチウ・ウマ・ライレ、イオン・カラミトル、ミルセア・ディアコヌ、マリウス・キブなどがいる。1990年代、資金不足のためルーマニアの映画生産業界は苦境に陥った。2005年時点でも映画に大使国が支援すべきだという意見が上がっている。監督として、ダン・ピッツァやルチアン・ピン・ティリーラは、成功を収め、ナーカ・カラン・フィル、クリスティ・プユーといった若手も評価された。 カランフィルの事前事業やプユのラザレスク氏の最後はパリやカンヌの国際映画祭で賞を獲得している。ルーマニアでは国産映画に加え制作費用の安さから外国の制作者にも人気があり大きなスタジオには多額の投資が行われている。2007年の欧州文化首都に選ばれたシビュルーマニアで開催される文化的なイベントは近年増加傾向にある。 2005ブカレストカウパレードのような不定期イベントは評判が良く、毎年のイベントやフェスティバルも継続的に人を引きつけている。トランシルバニアの都市で行われている中世の祭りは、音楽や戦いの再現をストリートシアターに取り入れ、臨場感を生み出しており、最も人気のあるイベントの一つである。劇場では毎年ナショナルフェスティバルが催され、中でも国際的に 知名度が高いのが映画制作に関するシビュ演劇祭、クルジュイコールナポカの TIFF 映画祭、ブカレストのダキノ映画祭、ドナウデルタの特名映画祭である。音楽界ではジョルジェ・エネスククラシック音楽祭が最も有名であるが青少年国際音楽祭やシビュやブカレストで行われるジャズフェスティバルも知られている。2007年には シビューが、ルクセンブルク市と共に、欧州文化首都に選出された。19世紀後半、ブカレストのある南部の伝統的な衣装イオン、テオドレスキュシオンによって描かれたトランシルバニア、アブルドの農民ルーマニアの収穫期ルーマニア文化における最大の特徴は、コミュニティが田舎を中心に育まれ、民族的な要素が強いことから、ひときわ活発で創造的な伝統文化が、 現在まで維持されているという点である。ルーマニアの豊かな伝統文化は様々な起源から発展したが、これには古代ローマ支配よりも前のものも含まれる。伝統的な民芸品や文化として、貴重国、陶磁器、衣服の旗織や刺繍、家の飾り、踊り、多様な民族音楽がある。過去2世紀にわたって、民族学者は可能な限り多くの文化資料を収集しようと試み、 現在では、ルーマニアの王子博物館、ルーマニアアカデミーがデータの整理や研究を続けている。かつて現在には主に木が用いられており、古い家はしっかりとした装飾の施された木造のものが一般的である。マラムレシュでは、教会や門など目立つ建物を作る際に、ドブロジャでは風車を作る際に木が用いられたほか、山岳地域では屋根を覆うために、 建材が使われた。伝統的な家屋を保存するため、20世紀中に多くの博物館がルーマニアの村々に作られている。ブカレストの農村博物館、シビウの伝統文明アストラ博物館、ルムニクブルチャのオルテニアン村落博物館などがその一例である。衣服の原料としては、リネンが最も広く用いられており、冬や寒い時期にはウールと組み合わせられる。 色として一般的なのは黒であるが一部地域では赤や青が主流になっている。伝統的に男性は白い服とズボンを身につけ、服の上には幅の広い革のベルトをする。また革や刺繍のベストを着ることもある。革製のブーツやシンプルな靴を履き、おびんかと呼ばれるものを足につける。帽子は地域によって異なったデザインとなっている。一方、 女性は白いスカートとベストのついた服を着る。また、刺繍の施されたショールツやカツリンツァと呼ばれるエプロンやバスマというスカーフを身につける。特別な機械にはさらに手の込んだ衣服もまとう。音楽やダンスは活発なルーマニアの伝統文化であり、多種多様なジャンルやダンスが存在する。パーティー音楽は人気が高く、バルカンやハンガリーの影響を受けている。一方で、 最も評価されているのは、叙情的な音楽で、家庭や愛についての悲しい歌を壮大なバラード調の音楽に乗せて歌うドイナは、世界でも珍しいものだと考えられている。マリア・タナセ、マリア・ラタレトゥ、マリア・チョバヌ、イレアナ・サラロイユは、ルーマニアを代表する民謡歌手であり、現在では、グリゴール・ルジェやタラフル・ハイドゥクスが有名である。ダンスも人気があり、ルーマニア各地で、 プロ、アマ問わず数多くのグループが活動しているため、伝統が保たれ続けている。ホラは、最も有名な踊りである。また、カルシャリなど、男性の民族舞踊は複雑で、ユネスコによって、人類の交渉及び、無形遺産に関する傑作の宣言を受けている。ファトフルモスとズメウの登場する、おとぎ話の場面を描いた、ハンガルーマニア人は、太古の昔から、愛、 信仰、王、君主、魔女について、数多くの監修や伝承、死を受け継いできた。民族学者や詩人、作家、歴史家は、数世紀にわたって、伝承や死、民謡を収集、保全し、年中行事ごとに行われる監修をできる限り、解明しようと試みてきた。特定の時期における監修としては、ルーマニアのクリスマスキャロルである、コリンダ、大晦日のソルコバ、 3月の初日に春の訪れを祝うマルテニツァが知られている。他に夏に水を浴びせるパパルーダ、冬に熊やヤギの仮面を被って行う寸劇など、キリスト教伝来以前のペーガニズムに起源を持つ慣習もある。作家のヨン・クリアンガは非常に熱心な民話の研究家として知られている。彼は白いムーア人や老女の娘と老夫の娘のような話を美しい。 言葉で書き起こしている。また、詩人のバシレ・アレクサンドリは、悲しく、哲学的な詩のミオリチャオ・バラットとして、世に出し、成功を収めた。これは、二人の羊飼いが、三番目の羊飼いの富を、羨み、殺してしまうという筋書きである。他に、民話の編纂を多く言った人物として、ペトレ・インスピルスクがいる。彼は19世紀に人気の神話を、 数多くの短編小説や物語にまとめて出版した。彼の作品は、王子のファフルモス、姫のイレアナコスンツァーナ、悪役、怪物の爪メウヤカプコーン、ドラゴンのバラウルといった、よく知られた登場人物や、善良のズナと邪悪なムマパドゥリーなど、架空の存在を中心に据え置いている。ブラッシュブの聖に古来聖堂オブコビナのスチャバ県にある、 プトナ修道院ルーマニアの信仰は、東方教会と密接な関係にある。現代の国民の間では、ルーマニアは、スラブ系の海に浮かぶラテン系の島、または、東方教会を信仰する唯一のラテン系民族と言われている。ルーマニア人の大部分は、ルーマニア正教会を信仰している一方で、ローマカトリック信者は、非常に少なく、プロテスタントも少数派である。 若年層にとっては、教会の重要性が低下する傾向にあるが、正教会は、ルーマニア最大の信仰を集める団体としての地位を保っている。教会の参加率は、地方のコミュニティや都市部の年配者の間で高くなっている。共産主義政権時代には、ルーマニア正教会が政府に協力して、避難を浴びる一方、教会内でもドミトルスタニロへ、 リチャード・アームブランドなど聖職者が宗教事業に政府が介入することを公然と批判した。国内にはイスラム教徒も居住している。冬のキアジュナ修道院。ブカレスト郊外にあるルーマニア正教会の修道院や教会はルーマニア全土に存在しているが伝統的に規模の大きなものは少ない。カルパティア山脈の村々には現在でも 数多くの木造教会が残されており、中でも最高峰の建築技術を用いたマラムレシュの木造聖堂群は有名である。多くのルーマニア教会では、ビサンティン建築からの影響が見られるが、時代や地域ごとに国内独自に発展した様式もある。モルダビアの修道院は特徴的な様式で、モルドビツァ、プトナ、スチェビツァ、ボロネツなど特に重要なものは、 モルダビア北部の壁画教会群としてユネスコ世界遺産に指定されている。ワラキアではクルテアでアルジェシュ聖堂がムーア人の影響を受けたビザンティン様式で建てられているほか、ブカレストの中心部に立つスタブロポレオス修道院など18世紀に建てられたものを中心に数多くの教会でギリシャの影響も見受けられる。また、 ルーマニア独自のブルンコベネスク様式も発展し、トランシルバニアのスナゴブやスンバタデイススにある修道院で見ることができる。ステーキとベイクドポテト、キュウリのサラダクルトンの入った、マスタードスープ焼いたカボチャに砂糖とシナモンを振りかけた、モノパッパなしとチ,チュラジャムのかかった、クラテテルーマニア料理は、他のルーマニア文化同様、外国からの影響を強く受けている。プラチンタは、 ローマ時代から存在するパイで、ラテン語名称、プラセンタをほぼそのままで保っている。トルコからはミートボールが伝来し、これを揚げたものは、ミッティテイチョルバと呼ばれるスープに入れたものは、ペリシュアレという。また、ギリシャからは、ムサカやコブリギ、ブルガリアからは、ザクスカに代表される多様な野菜料理、オーストリアからは、シュニッツェル、ハンガリーからは飾られたペーストリーと、 外国から伝来した料理の数は数えきれない。ルーマニア料理として最も人気が高いのは国民食であるサルマーレでバルカン半島やコーカサスの他国でも見られる。豚肉、牛肉、ラムを混ぜたもの、あるいは豚肉の実を玉ねぎや米と一緒に酸味のあるキャベツやぶどうの葉で包み、一般的にはペースト状のトマトと切った豚肉を入った鍋に入れて食べる。 サルマーレーは、時間をかけて調理され、ママリガと呼ばれるコーンミールと一緒に出されることが多い。ママリガは、トウモロコシの粉を上々にしたもので、長い間、貧乏人の料理と考えられてきたが、近年再評価されている。ルーマニア料理では、豚肉が使用されることが多いが、牛肉も食べられ、ラム肉や魚料理も出される。祝日や行事には、特別な料理も作られる。 クリスマスには、ほぼすべての家庭で豚を占め、長いソーセージのクルナッツなど、様々な伝統料理として調理される。肝臓などの内臓で作られたソーセージのカルタ干し、足、頭、耳などの部位で作られた煮こごりのピフティ、豚肉が泳げるようにという名目で、ママリガーやワインと一緒に出される、シチューの一種のトチトゥラ、頭のチーズと呼ばれるトバなどである。また、 伝統的なコゾナックなど甘いものも食べられる。イースターにはラム肉を食べる伝統がある。メインディッシュとしてボルシュデミール、ラムの燻製、ドロブが食べられる。ドロブは内臓や肉、新鮮な野菜を混ぜたもので、スコットランドのハギスに似ており、甘いパスカと一緒に出される。ワインは広く飲まれており、3000年以上にわたって伝わる。ルーマニアは、 世界で9番目のワイン生産国であり、近年は輸出量が増加している。国産、外国原産問わず幅広く生産されている。また、ルーマニアは世界第2位のプラム生産国で、そのほとんどが追加やパーリンカとして飲まれる。ビールも高く評価されており、ドイツ風のピルスナーが一般的である。ルーマニアには食事に関する 様々なことわざや言い回しがある。例えば、食事を、ありがとう、料理は美味しく、料理人は美しかった、ありがとう、食べたら、またお腹が空いてきた、愛は意を通り抜ける、食事中に食欲が湧く、豚は何でも食べるが、それは、他人のために太っているのだ、よく食べて、よく飲んで、朝起きたら死んでいたなどである。ルーマニア文字のキーボードルーマニアの文字が最初に、 登場したのは16世紀で、主に宗教的文書などで使われた。1521年に、クンプルングのネアクスが、ブラショブ市長に宛てた手紙は、ルーマニア最古の文書と考えられている。この手紙は、1859年まで、ワラキアやモルダビアで使われていた文字で書かれている。この文字は、キリル文字の一種で、古代教会スラブ語に類するものである。このキリル文字は、 モルダビアソビエト社会主義共和国で使われていたが、1991年にルーマニア式のラテン文字に切り替わっている。風光明媚なシギショアラの旧市街はトランシルバニアザクセン人が建設した少数派民族もルーマニアに対して多大な文化的貢献をしている。特にドイツ人、ギリシャ人、イタリア人、ハンガリー人からの影響が大きい。トランシルバニアに住む 成形人や作村人は数多くの教会、要塞、中心市街地などを建設し、建築分野で地域に大きく貢献した。また、彼らはルーマニア民族の文化発展においても重大な場面に関与している。ルーマニア語で最初に書かれた手紙はクローンシュタット市長に当てられたもので、最初のルーマニア語活字本はヘルマンシュタットで印刷された。さらに、ルーマニアは イディッシュ劇場の発祥地であり、国内のユダヤ人が激減した今日でも、ブカレストには、国立ユダヤ人劇場が置かれている。技術分野において特筆すべきは、トライアン・ブイア、アウレル・ブライク、オーレル・ペルス、アンリ・コアンダによる、航空業界への功績と、ジョルジェ・コンスタンティネスクの工学やソニック理論における貢献である。また、建築や工学分野で、 多くの業績が残されたブカレストは、小パリと呼ばれるようになった。アンゲル・サリグニによって設計されたドブロジャと他の地域を結ぶ橋は、当時ヨーロッパ最長であったほか、ペレシュ城は、近代に建てられたものとしては、ヨーロッパで最も美しい城の一つに数えられる。ブカレストで開催されたヨーロッパフェストの、ジャズフェスティバル民族音楽は、ルーマニアの音楽のルーツになっており、 非常に勢いがある。宗教音楽や一般の音楽は民族音楽から発展した。ルーマニアの民族音楽の保全は大勢の安定した聴衆や数多くの演奏者によって支えられており、普及やさらなる発展に貢献している。民族音楽のミュージシャンとしては、ワシー・リ・パンデレスクやドム・ニトル・ザンフィルが知られる。近代的な楽器が流入する前、 ルーマニアの伝統音楽は、ドバ、スルラ、カバル、コブザ、バイオリン、チンポイ、タンブリナなどの古い楽器が用いられていたが、その後アコーディオンやクラリネットのような比較的新しい楽器も導入されるようになった。また、拍手、巻き舌の叫び声、口笛でアクセントがつけられることが多い。ビサンティン音楽の影響を受けた宗教音楽は、 地域の民族音楽に適応する形で作られ、15世紀から17世紀にかけて、ルーマニアの修道院で、天礼音楽の学校が評判になると、前世紀を迎えた。ロシアや西欧の影響で、18世紀には宗教音楽にポリフォニーが導入され、19世紀から20世紀にかけて、ルーマニア人作曲家の手によりさらなる発展を遂げた。ありがとうございます。